どうも菅大地です。ということで今週はジャパンゴルフツアークオリファイングトーナメント QT ですね、ファースト QT に出場しておりまして、社内から結果報告をさせていただきたいと思います。今日は9月の4日杉の里カントリークラブで行われております2日目ということで、前日1日目は2オーバー74、48タイということでした。102名出場しておりまして、33名までが、予選通過するということで、スコア的には、これ以上打てないというところであったんですが、今日回ってきた結果を申し上げたいと思います。もう言わなくてもいいくらいのスコアですが、言いたくないスコアですが、こんな感じです。パーでスタートして、ボギーで、その後ボギーパーボギーダボパーパーパー41、20パット、はい、もうだいぶやばいです。で後半はパーパーボギーパーボギーボギーパーパーパー39、15パット、トータル8は80ということで、非常に苦しいゴルフでした。めちゃくちゃ落ち込んでますしへこんでますけど、4日間競技なんでそんなこと言っている場合じゃなくて、明日も頑張りますというところでしかないです。トータル10オーバーということで、順位の方も大幅に、下がったと思います。目標は4日間で最終的に1オーバーくらい、1オーバーから2オーバー以内というところが予選通過ラインになるのかなというところなので、これからバーディー10個取らなきゃいけないという、そういうまあゲーム目標なので、まあとりあえずやることはもうそれしかないかなっていうところです。今日はバーディーが1個も出ず、昨日よりも感触はね、スイングの感触は良くなりました。ひどいショットもいくつかありましたけど、昨日とやってること変わらないか、昨日よりもいいはずなのに、スコアは昨日よりも、非常に多くなってしまいました。前半もグリーンを外したのは3つなんですけど、なぜか5オーバーっていうところで、前半この2ホール目はフェアウェイからまあアプローチ拾えずボギーで、3ホール目は3パットしてパー3で、190ヤードくらいなんですけど乗っけて3パットで、4番もパー5、560ヤードくらい、残り260ヤードから3番ウッドで2オン成功したんですけど、3パットみたいな感じで、6番のダボに関しては左の林チーピンして、1回で林から出ずということで、2日目にしてダボが来てしまいました。この4日間でダボを打たないようにっていう一つの目標にしてました。そしてこの72ホール4日間で3パットしないようにっていう目標だったんですけど、やっぱり前半の入りとしてちょっとこう硬くなってしまってる部分、まあパッティングとしては昨日は悪くなかったんですけどね、今日はもう1個も本当に入らずっていう、1メートル以上は1回ぐらいしか決まらず、前半20パットという非常にひどいパット数でございました。後半もずるずるティーショットのミスからね、ボギーボギーと重なっていって、まあバーディーパットも2、3回くらいこう 4、5 メートル以内のバーディーパット、まあ、今日で言うと、バーディーパットなんかあったかな、4、5回くらい、4回くらいかな。まあ入ってもおかしくないかなっていう距離。まあどれも入らずっていうところで、まあパッティングも課題ですし、アプローチもね、あんまり拾えずっていうところで、まあいろいろ言い訳はあるんですけども、本当にこの QT に来ると3度目の挑戦ではありますが、本当に自分がどれだけ下手なのかっていうのをね、思い知らされて、もう精神的にきついんですけど、やってて。いやでも、4日間ね、こうやり通すしかないですし、まだこう終わってないっていうか、可能性はゼロじゃないっていう、2日間でねバーディー10個取って、5アンダー5アンダー出さなきゃいけないっていう、まあ確率的にはほぼ不可能的な部分あるんですけど、まあ今までの経験値からするとその5アンダーが出たことないわけではないので、まあやるしかないっていうところなんですけど、まあちょっとバーディー出そうな気配がね、今日はまあできることを精一杯やりたいと思います。本当に QT っていう、なんか自分の中ではね、そんなにこうツアープレイヤーとして、チャレンジャーであり、全然こう手も足も出ない、もちろん技術レベルなんですけど、別に緊張してるわけじゃないんですけど、なんか全てを失うっていうこのスイングの感覚で、まあ昨日より今日の方がまだ良くて、ちょっとずつ戻ってきた部分もあるんですけど、それでも本当になんか QT でしか出ないショットみたいな、本当にゴルフ
今日初めてクラブ握りましたみたいな感覚になっちゃうんで、まあ、それがちょっと恐ろしいなっていうところなんですけど、あと2日間36ホールありますので、一つでも多くバーディーを取って、ボギーを打たないように頑張って必死で、残り36ホール頑張りたいと思います。一緒にね、回った今日と昨日は同じ組み合わせで、3日目からスコア順になっていくんですけど、日大ゴルフ部の22歳の青年とね回らせていただきました。今日その、日大ゴルフ部の子がですね、3ホール目にしてやっとドライバーフェアウェイ捉えたっつって、昨日は1回もフェアウェイ行かなかったっていう風な話をしてたんですけど、まあ、そこから結構連続バーディー取ったりとか、まあ、今日はあの昨日よりだいぶこう彼はね復活してた感じなんですけど、まあ、そんなプレイヤーでも昨日は本当にはちゃめちゃになっちゃってるみたいな、まあ、同伴競技者の皆さんもね結構苦しんでましたね。本当に何でしょうね、本当になんか独特の雰囲気があるっていう、いや本当にねしんどいばっかりなんですけど、まあでも本当にこの皆さんのおかげでこうやって、出させていただいてるので、少しでも応援してくださった皆様、そしてサポートしていただいてる方々のためにも、そして自分自身の目標のためにも最後まで頑張りたいと思います。今日はね、まあ良かった点としては、上がり3ホールアウトもいいもどっちもパーパーパーっていう風に、まあ、ギリ耐えたっていうところですかね。上がり3ホール結構難しい鬼門のホールで、まあ最終ホールはどちらもパー5でバーディーを取れるホールなんですけど、やっぱり一歩間違うとみたいな、まあ真ん中にどちらも木があってね難しいパー5なんですけど、その上がり3ホールはなんか今日の流れで言うともっとズルズル行ってもおかしくなかったのが、まあそこでなんとか耐えたっていうところで、途中ちょっと精神的にしんどくなりましたが、明日もね、気持ちを切らさず頑張りたいと思います。残り36ホールの中で何か QT っていう形でいいスコアでね回れたらいいなと思います。今まで、回った中で一番良かったスコアは2年前の初日、あの寝坊して、遅刻しかけた、初日が一番今のところワンダーでスコアが良かったっていうところなんで、それ以来あの QT でアンダーが出てませんので、年々こう下手になっているような感覚というか、実際問題そういう感じなんですけど、まあやれることをやって、非常に苦しいゴルフでありますが頑張りたいと思います。明日も頑張っていきます。